とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、やばい装備をもらっちゃいました。これね、本当にやばいやつです。これ、勇者のアーマー、黄金で、ポーションバリア。で、エンチャントが、クールダウン3。やばいね。すごい装備もらっちゃいましたね。とりあえず、どんな感じになるのか、試したいよね。うん、クールダウン3での、怒りを使ったら多分相当だと思うんだけどね。まあ、今までは、弓を撃たないとダメだったんだけども、多分弓撃たずにいけるんだよな。あ、いけるわ。弓撃たずに連続で攻撃が可能ですね。マジか。そうか。ならば、クールダウンショットと、バーストボーストリングがついてる弱体化か虚無があればいいな。この装備はやばいね。オッケー、ちょっとデイリークエストでも行ってみます。それでは行きましょう。風の吹きすさぶ山頂です。いい感じにデイリーさんで、アーティファクトの報酬となってますね。アップドラフトの賞がここ出るので、あれをちょっと狙いたいところかな。やっぱり、あれだな。霊気は嫌い。ほんと戦いにくくなるもんね。オッケー。あ、そうね。やっぱちょっと戦い方は、俺慣れてないな、まだ。今までは弓を打つタイプでやってたんで、どうしてもね、矢を発射しちゃうんだよな。矢を発射しない方が、攻撃速度はね、速くなるんだけども、どうしてもまだ慣れないな。で、しかもここは、凍結系が来るから、やりにくい。どこどこどこ？久しぶりだから、ここどんな感じか全然覚えてないや。プレイヤーのダメージが 40% 減るやつがついて、ちょっと厳しいね。まあまあ、クリアできない程度じゃないんだけど、やっぱりこれが来ると結構嫌いだな。オッケー。もう少し。で、クリアかな。いや、まだか。ここをだいぶ登らなきゃいけないから、まだ少し時間はかかるけども、まあまあ問題はないかな。なんじゃここは。これマジか。嫌なやつ。嫌なやつらだわ、こう。よし。あ、やばい。きつい。きつい。あ、でもまあなんとかなった。きつい、きつい、もう。オッケー、これもうちょっとだ。もう少しでクリアでしょう。矢はいっぱいあるから、子宮箱は使わなくていい。オッケー。わお、なんだ、嫌なやつがいるね。やば。ポーションバリア切れたけども、大丈夫。復旧できる。いくぞ。敵があんまりいないところか。やべ、戦いにくい。すごい戦いにくい場所だ。あ、ここか。結構きつかったね、ここ。よっしゃ、電気ギリギリ。いけるいける。凍結の影響もそこまで受けないから今のところ大丈夫。ポーション飲んどけばね、いけるんだ。ちょっと待って、こいつラムちゃん出てくる前に倒したいな。 OK。あれが解き放たれるとちょっとやりにくいから先に倒して正解で、まだいるんだよな。ちょっと先に倒しとこう。で、強制戦闘がもう一回で、この先はゴールだもんね。分かってる。この先がゴールってことは分かってんだ。よっしゃよっしゃ、オッケー。慣れていこう。慣れていこう。なかなか慣れない。やばい。
あぶねえ。ああ、凍結した。嫌な奴らが多いね。しゃあ。オッケー。もう少し。ギャー。やりにくいって。よし。オッケー。あとこの風使いで。とりあえずおしまい。最後の最後はキャプテンはいないね。で、ゴールももうすぐでしょ。おいっと待て、やばい、危ねえ危ねえ、死ぬ死ぬ、いくぞ、もうゴールだから。いや意外と長い、意外とゴールまでが長いか。もう終わりかなと思いきや、意外と先が、あ、いや終わりだ。この橋を渡るともうクリアですね。よし、旗は2つか。まだいるんかい。まだいたんかい。終わりでしょ、もうこの橋を渡るとさ。意外としぶといね。わー、ラビジャーが最後。待て、オーションバリアが切れちゃう。あ、最後これね。オッケー、このパズルを解いておしまいっていうことですね。でラビジャーはあと遠くで死ぬ。はい、でここを解いておしまいっすね。こうやって、こうやって、はい、クリアでーす。さあ報酬はどうだろうね。256が出れば OK。 両方無力化させて、それでは頼むよ。なんだ、55か。ホルン55、どうだろう。今まで持ってたやつよりも上がったかな。どうだろうね、ホルン255で前のやつ、あー一緒だ、一緒だった。はい、ということで今日はですね、これ勇者のアーマー、黄金でポーションバリア、そしてクールダウン3使ってみました。めちゃくちゃ強い。ただね、俺まだね戦い方に慣れてないんだ。この戦い方をずっとしてたから、なんかね、これがもう体に染み付いてんのよ。ジャンプして、弓を打つっていうのに、じゃなくて羽を使っていくっていう方にシフトチェンジしないと、これの進化は発揮できないか。まあちょっと慣れが必要なので数日間練習してみます。はい、あとね、ピンクスコンドレル、そしてグリーンメナス、まあどっちでもいいので、まああれだね、トリックウォーでも OK。 それのクールダウン編成プラスの弱体化虚無を探したいと思います。難しいだろうな、なかなか出ないだろうな。まあまあ黄金装備をね探して、古代狩りでも行ってやってみます。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。